さて今日のアフターテラちゃん経済アナリスト森永康平さんです森永さんよろしくお願いいたします東京電力中部電力北陸電力関西電力九州電力の大手電力5社昨日総配電網の利用料に当たりますタ送料金この上昇に伴って家庭向け電気料金を4月から値上げすると発表しました一般家庭で月額36円から269円負担が増えることになる ようです、まあ、すでにですね9月までは一応政府のこの負担軽減策がありますから電気料金のうちおよそ2割を政府が負担するわけなんですが4月請求分から負担軽減策による値下げ幅を上回る値上げまあ、これが行われることになりますまあ、これ家計には大きいですよねこれ結構 sns とかでもなんかその自分家の電気代の明細をアップしている人結構多くて、はいええ 要はこんなに使ってないのにめちゃくちゃ高いみたいなのを、ねはい、上げてる方がいて、ええ、で僕もそこまではあのいちいち毎月見てどうっていうのはやってなかったんですけどまあ恐る恐る自分自身も見たら、ええ、見ました高高い高いっすかしかもそんなに暖房つけてないけどみたいな感じでちょっと驚きましたね。 もっと稼がなきゃとか思いました。いやそうなんですよね。<laughs> ねいやもう本当働けど働けどみたいな。<laughs> いやいや。えー、えー、まあこれでですから今今ねおそらくこれご覧になってる方も。 こんな高いんだっていう、そうなんですよね<え>本当に恐ろしいぐらい高いす、ね、そうですね。でこれ、ウクライナ情勢による燃料費の高騰など、すでにですね電気料金は値上がってますで、本格的な電気料金の値上げとなる4月、これを前にして、毎月の請求額に驚く家庭も続出とで、もはや節電で抑えられる範囲を超えている、まあ、こういう悲鳴の声も全国各地から上がってきているようです。また日本の製造業を支える 工場ですとか、二十四時間電気を使う医療機関からも悲鳴が上がっていると。電気ライフラインの一つでもありますから、まあ、これ政府にはですね、負担軽減策の中身。もう一回この見直すなどの対策っていうのは、欲しいところではありますね。うん、そうですね。まあ、この。どうしても使わなきゃいけない部分じゃないですか。はいえー、節約するにしてもね、限界があるっていうか。はいえー、あと、逆に変に節電して。うん まあ例えば寒いのにあの暖房つけないで我慢してるとかって言って結果的にそれでこう病気になっちゃったりとか高齢の方なんかそれでヒートショックとかねっていうのもありますから結構そのもう直接的に命に関わる話でもあるんでちょっとこの辺りはね本編でも話しましたけど果たしてやっぱ民間に電力すべてをせてていいのかっていう話とさらにその会社を上場させてしまってていいんだっけっていうところはやっぱ考え直してほしいですけどね。えーこれ 海外全部とは言いませんけれども結構あの国有化というか、うん、ねいやだってあの原発なんかダメだって言ってたドイツが逆に国として原発をみたいな、はいえー、いざこうロシアのね話が起きてから手のひら返しましたよね僕はあの手のひらの返し方っていうのはやっていいと思っていて、えーはい うん、なんかその何でもかんでも叩く人いますけど国民の命を守るためだったら、うん、今こういうふうに言ってても、うん、ピッて朝礼坊会みたいなことやってもいいと思ってて,、えー、だって目標は国民の命を守るためなんですからねだからそこはね、えー、なんかそのいい意味での朝礼坊会というか、うんはい、もう現にドイツとかドイツだけに限らずね、はい、ヨーロッパ諸国はあんだけグリーンだなんだと思って手のひら返してるじゃないですか。えー だから、いまだにこう、はい、環境がとかって,って一度決めたことはみたいなねだからそこはね、<ー>柔軟にね、別に環境が大事じゃないなんて言ってるわけじゃなくて、はい、バランス取ろうよっていうふうに思いますよね。うんはい、でまた、このまま電気代が上がり続けると、ですねオール電化にした家庭というのがこのままですと、電気代を払えなくなっちゃうんじゃないかという、まあ、こういう心配の声も出てきているということなんですね。まあ、特に東北北海道などで心配の オール電化の家庭で 1, 1月の電気代が10万超えただってオール電化だから暖房もし、ね、これで賄ってるわけですから、うん、電気でという報告もあちこちから聞こえてきているようですで1ヶ月の電気代が10万超え、まあ、これは驚きというよりも辛いという <laughs>、えー、オール電化にした人たちもまさかこんなことになるとは思ってなかったと思うんですよね。なんかね僕の知人がまさにこのオール、はい ゴールデンカーにしている人で、はいええ、なんかこの間ねフェイスブックに、ええ、あのメースあげてたんですけど、ええ、10万ではなかったですけど7万8千円とかになってて、はあはい、7万8千円ってすごくないですか、ええ、すです毎月ですよねえ、ええ、いやだって例えば家賃とかで7万8千円今より高く払ったら、ええ、めちゃくちゃ広い部屋住めたりとか、はあはい、すごいいい率子住めますよね,そ,すね、ええ、それが結局何 あの今住んでるところは何も変わらず、うんはい、毎月のランニングコストだけ七八万上がっちゃうってわけですから、はいえー、と,とんでもないことですよね。いやだってちょっと前でと思うんですけれども電気代って七千とか八千ぐらいのイメージでしたよね。うん、そ,うそうですよね。えー、だからこれ例えばですけどこのケース十万円ですけど、はい、僕の友達のケースが約八万弱ですよね。八、はいえー、万弱って十二かけたら九十六なんで。はい 100万円分、うん、毎年こう年間コストが上がっていっちゃうわけですけど、はいえー、じゃあ去年から100万円年収が上がった人、えーはい、っていうかこれ事実上コストで出てくんで、はい、手取りベースで言うと100万ないと引けないから、えー、額面で言えばですよ、はい、給料150万ぐらい上がってないとダメなわけですよ、えーで,すね、でも多分そんな方そこまでいないと思うんで。はい そう単純にね、うん、節約しなきゃって発想になっちゃ本業プラス必死にバイトみたいなねねそ,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  <laughs> そんな感じですよ、ね、<laughs> で今回の値上げ、この送配電網の利用量の上昇に伴う形ですから全国的な値上げとなっていますが、まあ、これまでの電力会社の値上げ申請には原発が稼働している関西電力、九州電力含まれていませんでした。ここういったととを考えると、えー、関電,給電エリア以外 でも原発を再稼働してまあ少しでも電気代を抑えてほしいまあこういう声も出てくるでしょうねいやそりゃそうだと思いますし、はい、なんかこの議論って毎回なんか不毛だなと思うのが、えー、なんかその原発派対再生エネルギー派みたいな,、うん、なんかこう二項対立みたいなのみんなやるんですけど、えー、なんかもうそれ不毛だと思ってて、はい、一番大事なのってエネルギーミックスだと思うんですよね、えー、そ原発も動かしてるし、はい、再エネもあるしみたいな、うん でこれが要はそのいわゆる投資でいうとこのポートフォリオみたいにいろんな電源が分散されてるから例えば原発側で何かあった時他でカバーできますねとかって話があるわけだって別になんか全部原発やれって言ってるわけでもないしかたやその環境活動家が言うようにねもう全部化石燃料とか原発はだめで再エネやれっていうのはおかしな話でまあそれは一部のなんかちょっと偏った連中が言ってるだけで多分多くの国民は適切なこのエネルギーミックスで 安定しした電気供給をしてくれとでこの安定っていうのはあくまで供給の物理的な話だけじゃなくて価格も含まれると思うんですよはい。だってこんな急に毎月の支払いがですね,ね<ー>10万近くまで行っちゃうような人が出てくると、はい、もう生活できないんで、はい、そうすると結局食べるもん減らしたりとかそっちの節約に入っていわゆるこのデフレスパイラルに入っちゃうわけだからこのあたりねその真面目に考えてくれませんかねっていう。うん とは思いますよねはい。で原子力規制委員会はですね先日原発の運転について60年を超えて運転を可能にする制度への見直し案正式決定していますまあ、委員一人は反対しましたあですからこの前回一致での決定ではありませんでしたけれどもこれはまあ、ですから まあ前向きに捉えて良い判断ということになりますかね,でね、えー、で一方で三井住友銀行、みずほ銀行などは東京電力ホールディングスに対して総額で4000億の緊急融資、これを実行する方針を決定したようです。中部電力と接班出資する、えー、JERA、e ね、これも最大で2000億円程度に上る資本の増強、こちらの検討に入ったといいます。 東京電力も昨今のこの燃料高と円安で大幅な赤字に陥って資金繰り財務状況がかなり厳しくなっているようですでもちろん東京電力がま潰れてしまうということは、えー、ないあってはいけないありえないわけなんですけれども、まあ、この大手銀行による緊急融資の動きこれただこれ先ほど森永さんもおっしゃいましたけれども民間でいいのかとねいうところは改めて そうですねやっぱりこの民間企業が我々のインフラ、うん、ライフラインを握っているっていうことの、はい、まあ危なさですよね、はい、もちろんその国が全部やるよりは民間に任せて、うん、まあ,ある意味競争原理さらした方が、はい、まあいわゆる効率化が図られたりとか無駄が省かれるってそ,それは一部あると思いますよ。はい、ただじゃあそここののメメリリッットトに対して民間がやることのデメリット を天秤にかけた時にど,、はい、どっちが上回るんだっけという議論をま、えー、もう1回改めてこのタイミングでしていいと思ってますけどねはい。また河野消費者担当大臣はですね中国電力東北電力四国電力沖縄電力のトップを呼んで値上げ方針などの聞き取りを行って値上げ幅の抑制も検討し始めたと言いますまあ、ただ今回の会談は電力大手によるカルテルですとか新電力の情報労 とえうこととなんですねあとこの4社の大手電力によるカルテルあと顧客情報の漏えが値上げに影響を与えていないかを確認するためのものだったということのようですけれども、まあ、こんなことも電気代の値上げに影響してるってことなんですか。ていうかでもこれ見てみると、はい、その民間にしたら効率化が図られるとかっていう人結構いるけど、えー、<laughs> 民間で逆にこのほうら意味ないじゃないですか、ね。<laughs> この電気料金の高騰で東京芸術大学が予算不足となりピアノを撤去するという事態まで起きているという、まあ、こういうニュースもあります。でこのピアノ撤去え っていうね、まあ、東京芸術大学って言ったら音楽だってもちろんあるわけですからでこのピアノ撤去の告知を受けて芸大の学生の間でもさすがに芸大本当にやばいかもしれないとかですねピアノを撤去するだけで予算削減になる思考がわからない、まあ、こういう驚きの声が上がっているということですなんかこれすごいことになってますね。<laughs> というか ピアノって、そんなに料金、かかかるもんなんなですかね、えーはいえー、これですね、あの芸大はあピアノを撤去した理由として、電気代高騰などの影響で、大学全体として経費削減というのを進めていると、うん、で音楽学部では保有台数が多く、調律代などの維持費がかかるという、このピアノについて、見直しを行ったと。うん と、えー、まあこれだからじゃあ,使え,あの使えなくなりましたピアノはそのまま置いとくんですかね調律しないでね,ねあのどこか倉庫みたいなところにねそれともあの相談してちょうどあいにこううう持っていくのかどうかそうですね、えーまあ、東京芸大のこの令和4年度の電気料金は当初年間1億2700万円の予定額だったそうです 電気代高騰により実際の支出額3億6400万円に膨らんで2億3700万円程度の予定外の支出が生じる見込み大きいですよね。でその支出を補填するために調律費用がかかる音楽学部の一部のピアノを撤去したということのようなんですけどこうやって電気代高騰の悪影響がピアノに出てきてるっていうね。いやでもねこのの電気代高騰影響って いろんなところにこれから出てくると思っていてまだ誰も言ってないと思うんですけどまあ多分これから先も言う人いないと思うんですけど最近僕ゲームセンターのクレーンゲームあるじゃないですかこういうやつめちゃくちゃハマってて今ですかずっとハマってて最近もう枕元にこんなでかいですね隅っこ暮らしとか取ってるんであのぬいぐるみであふれてるんですけど僕が今懸念してるのは。 あれっっててずっと電気流してるじゃないですか、はい、か多分ゲームセンターもとんでもないランニングコストになってるはずなんですよ。<ー>と考えると、えー、このアームのねつか、はい、む力をあえて弱くして、えー、その景品が取れないようにして、はい、そのなんとか儲けを上げようとする。 ところが出てくるんじゃないかと、なんとなく思ってて、それはゲーマーとして。そう。そう、心配してるんですね。なので、最近は、結構いろいろ台を見るようにしてて、ええ、人チじゃないんですけど。はい、あの、やっぱね、アームにもいろんなパターンがあるんですよ。ええ、確率で、何回やったら。 そうなんですか確率が確率で強くなるやつ何回やれば必ず取れるようになってるやつとかあとは確率期で本当に運ゲームみたいになってるやつとかそういう台を僕は避けて結構実力で取れる台とかもあるんでそっちに結構投資をしてたりしてるんですけどそこの間もね子供とちょっとあるショッピングモールに行ったんで。 それはいけるなっていうのは勘で見るのかそれとも誰かがやってるのを見ていけるな両方ですねーアームの閉じ方とか<ー>あと他の人がやってる時のまあ感じを見てそれは確率台だなとか全部見抜けるんで、えー、まあ,あとはメーカーとかにもよるんで,、えーでまあ、娘がこのぬいぐるみ欲しいって言ってたのがあったんで。えーはい まあこれはとりあえず予算1,000円以内でいけそうかなっていうのがあったんでう1回で取なそれはね素人の発想ですね 1>, 1回で取れはないんで、ええ、まあ1,000円以内ならいけるっていうのがあったんで。 300円で取ってすごい娘大喜びでしたけどぬいぐるみは没収して僕の枕元のかその没収っていうのはまあやっぱ取ったの僕なんでお父さんとちょっと似てるとこやっぱりありますかね遺伝してるかもしれない世の中の厳しさ資本主義とはこういう問題俺が出したんだところで経済語ってもなそれでゲームセンターもだから電気かかってるってことなんだから多分ねクレーンゲーム一つ取ってもそういう影響は出そうだと思うんでええ 意外と皆さんまだ報じられてないところでいろんな分野でこの影響出てくるんじゃないかと思いますねいや僕にとって一番の意外は今森永さんがクレーンゲームやってるってとこか？一番意外でしたよ池袋のゲームセンターとか僕はしごしてるんでリスナーの方あのもしかして会えると思います会えるってマジで夜あの徘徊してますんでそうですか走りましょうよ走って池袋まで行ってゲーセンはしごして戻る戻るそういうこと <laughs> ですね、えー。はい、以上 YouTube 版アフターテラちゃんでした。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。